ちょっと最後は私の枕なんですけど、まあ、母に言わなきゃいけないことなんですよ。母に言わなきゃいけないんですけど、まだ言ってないんで、ちょっと呼んできていいですか。はい。ちょっとなんかこういう場じゃないとちょっと母に言うのが心苦しくて、あそういうことちょっと一瞬できっとあれのことですね。まあ、だから母そうなんか、あ、そうか、みんなも知らないのか、まだ。そう、なるほどね。あ、母です。あ、どうもどうも、すいません、今日はお庭をお借りして。ここなら大丈夫なので。はい、ちょっと生放送なので、あ、お気をつけください。ちょっとね、報告がございます。良くない報告が、やだ。ちょっと悲しいやつが、もう2本ぐらい前にもうちょっと、やだ。ちょっと悲しがるかなと思って言いにくかったんだけど、マザーですね。はい、あのマザー牧場です。泣く準備中。声が壊せます。なんでしょうか。まあ、一応これ見てる皆さんにも分かりやすく言うと、はい、子供作っちゃったじゃないんだよ、悲しくないかそれ。あの1年前ぐらいから彼女がいましてですね。1年1ヶ月ぐらいちょっと付き合ってたんですけど、はい、7月の後半に別れてしまいました。嘘でしょ。本当に。いや、母の、ちょっと本当に本当に母のリアクションが本当、お母さんすごい気に入ってたんだよね。そう、すごい仲良く、本当にこれ本当のやつだ。でもこうなるから言いにくかったんだよ、本当に。いや、本当にね。崩れ落ちそうな。ちょっと崩れ落ちてる、崩れ落ちてる。いや、本当にね、申し訳ないよ。なんか申し訳ないか。徹夜ファン喜べもう感情ぐちゃぐちゃ、今もう。本当に。はは。いや、本当にね、なんかあの、家に、一人で出かけることあったじゃないですか、仕事とかでね。はい、そんなちょ、本当に泣いてるじゃん。なんで全部持ってこるするんですか。今日火起こしの回なんですよ。なんで言うの、こんな時火起こしする回。今日俺ら火起こし頑張るよって回だったはずなんだけど。いやー、ほんとこうなると思ってね、本当にちょっと二人きりの空間で言うのは本当にちょっと心苦しくて、ちょっと逃げた形になっちゃいましたけど、本当申し訳ない。そんな歴代一番悲しんでいるな。母が戻っていた。いや、本当に、でも母に気を使って別れないとか、そういうのはちょっと逆に申し訳ないなと思ってね。もちろん本人には、はい、もちろんそれはしょうがない。まあ、いろいろと考えた結果でありました。いや、本当に家族と仲良くしてたんですけどね。ヘアゴムつけた俺より落ち込んでる。